皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は Twitter や Telegram、Facebook などで投稿しました通り、昨日ですね。バイオロボットの研究に関するとてつもない情報をお送りします。この内容で一部日本について出てきていますが、日本についてはある種、このロシアのチャンネルがうかがい知っていない部分があると見ています。つまり日本には 全文明のロシア人と同じ地が広く流れているという点です。またそれに関連してある日本人の知人と情報のやり取りをさせてもらったのでその内容も動画の最後に追加してお伝えします。内容については明確に衝撃的です。そして動画の作者にはある種の差別意識もあるように思いますが残念ながらそこには それにも勝る真実が存在していると見ていますなぜならこの情報はこれまで私たちが調べてきて作り上げてきた仮説に対して奇妙な一本の線を与えて補強することになるからですそれではどうぞご覧ください 2>, 2年ほど前に私の著書が発行されました題名は人間の刑事条学 人間、クローン、キメラです私がこの本で初めて社会に対して問題提起したのはいくつかの国々ではかなり前から公式にクローンとキメラを製造していて他にもバイオロボットがあるということでしたここに来て私にはどんどんとたくさんの質問がされるようになりましたどのようにして人々の間にいるロボットを特定するかということです 実際のところこれは非常に難しい問題です。なぜならロボットを制作した人たちは彼らがロボットであるということが知られたくないと考えているからです。この問題の解決策に関して非常にたくさんの映画が作られています。例えばソ連の古い映画、テストパイロットピルクス、あるいは最近のアメリカのドラマウエストワールドなどです。 これらの映画ではロボットを発見することに誰も成功していません。あしかしこれらの映画ではその作者たちはなんとかバイオロボットを人々から識別する方法を提案しようとしていました。そして私自身も皆さんにその方法を提案します。しかし初めに皆さんにこのような状況がどのように発生したのかを説明します。この1年半ほどの期間で 私の数々の動画、そして本が公開されました。その結果、ロシアではクローンやバイオロボットの話題はその事実を誰もが知ることとなりました。この説は全国ネットのテレビでも報道されました。連テレビで私の動画、二つ目の川が放送されました。この中で人間のクローンとキメラの問題、それに続く人間社会の中で これらの存在がどのように現れているかということが話されています公の場で話されたのはこれが初めてです私は血液型を調べていて分かってきたのはこの血液型による分類というのは人間にとっては全く最近になってから現れた手法だということです 人がある血液型で生まれてくると、これが示すのはその人の個人的な特徴というわけではなく、それが示すのはある種の環境だということです。もし DNA の広い部分を変えてしまうと人間は根本的に変化してしまいます。あつまりそのような人間は、半分が人間でその半分は猿のキメラとなったりもします。キメラというものはその DNA に様々な種類の動物の DNA を持っているという存在です。 しかもある一つの DNA は必ずしも動物やカエルのようなものから取ったあそのような生物由来のものである必要もありませんそれに使用できるのは植物や単細胞生物の DNA でも可能ですアン,ア,アンドレイ・トゥニアエフは科学の新しい分野を開拓していますそのような観点が21世紀にできたものだと言います 主要な仮説では様々な生命体はより高度なレベルの存在の一部でしかないとしています。そのためキメラは現代文明の中での最も危険な脅威の一つだと言います。この理論は彼の著作である人間の刑事上学で記されました。その著作はモスクワ大学創設者のロモノンソフのメダルを受け取る評価を得ました。 今日に至るまで世界中のあらゆる村々ではニーキチキと呼ばれる帽子をかぶっていますこれは帽子に2つの角が入るような形になっています昔帽子を縫う時にはこんな風に2つの角のようなものができるようにしていました今日では子供たちが冬の帽子をかぶる時にこのような2つの角がついているものをかぶったりしていますこれもその 伝統からですいずれにしてもキメラの製造という事実は常に存在していましたし今も存在しています今日では例えばキメラの形での宇宙飛行士の製造の作業も行われています優れた DNA の破片を集めて作れられる生命体ですこのキメラの宇宙飛行士がバン・アレンタインの放射線に耐えられるというわけです このように人間に人間の DNA を加えることで耐性が上がると考えられていますこれは石器時代にあったかと思われる考え方と同じで敵の頭をかち割ってそれを食べればより頭が良くなるといったようなそのような発想です私たちにはこれらのキメラとこれからお互いに殺し合うような状態というものが起きてくると考えられます 考えてください、これがさまざまな生命の中でより優れたバージョンだということになってきて人間の DNA にある程度の量の力を司さどる DNA を移植するとまさに牛のような力を持つかもしれませんその際に頭に2本の角が生えてくるということもありえるのです確かに力はより強力になるでしょうがその性質もより攻撃的になるのです う現在起こってきている各国の軍隊の傭兵部隊というものが例えばアフリカでアフリカ人を集めてくるというものではなくこのような戦士たちをキメラから作り出していくということが起きてもおかしくないと考えていますその結果私たちの目の前に何らかのモンスターで構成されたような軍隊が現れてきてもちろん人間では対抗できないということになります クローンとキメラの問題については私に対するインタビューで、ドイツのテレビ局の番組で話したことがあります。人と私たちが人間と名付けているものとの間に非常に大きな違いがあることがわかっています。人ぁま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  人という言葉チェラベックの意味はもともと永遠に生きる存在からの名前です人が生まれてきた源というのは聖書での表現では創世紀で記されているその神による一番初めの創造ですそれは魂を持った存在ということでしょうか そうですそれは魂を持った存在で神の直接的な子供というものに当たります人というものは神々の息子たちや娘たちで彼らはこの地上に宇宙から訪れた一方でロシア語で言うところの人間リュウジという言葉はルジーチという単語が語源でこのルジーチとは騙すという意味です それは例えば銅を使って金や銀に似せたものを作るようにしてごまかすような意味合いですそしてさらに聖書にある記述を引用すれば聖書の2つ目の段階ではまた人間が生まれてきますがそれはアダムが作られた様子で土の埃りからアダムを作ったという逸話ですつまりそれまでにすでに存在していった人間をもとにアダムを作り さらにその後にイブを作ったという話ですアダムとイブがいてその次の世代がこのリュウジ人間になっていますこの初めての人類の系譜というものはそれが人に関係しているものとしてはユーラシア大陸ではロシアの平原でそして北ヨーロッパ東ヨーロッパについてもその系譜はロシアと一緒です一方で人間 龍寺の系譜は中東、中央アジア、東南アジア、あるいは北アフリカ、これらが一緒になっています。つまりここに龍寺、人間がいるわけですね。いずれにしても、この最も強力な差、これらの人と人間の差とは何なのでしょうか。 これらの肉体的な構造というのはほぼ同じようなものですですから人と人間粒子を判別することは見た目では不可能ですそれはコンピューターのようにアップルと IBM といった差ですこの2つがあモニターを見ているだけであればその差を識別することは困難です つまり機械自体は一緒だということです。しかし、その中身のプログラムですとか、頭にあるアルゴリズム、行動様式、メンタル、またその結果、どのように行動するか、生活でどのような役割を果たすか、どれだけの期間に生きることができるか、これらに差が出てきます。私は自分の祖母の話を思い出します。 私の祖母は自身の子供たちと第二次世界大戦をすべて経験しました彼らが生活を送っていったロシアの村ではドイツ軍に何度も占領された場所ですロシア軍もここでドイツ軍を何度も撃退しましたこの村はこの2つの軍によって何度も所有が変更されていったのですその状況はこの村にあるシベリアの人間たちが来るまで繰り返されました 彼らは全員白いコートを羽織っていて常に沈黙しロシア人としてはあまりにも陰鬱な様子でしたまた彼らの振る舞いはドイツ軍のファシストたちよりも残忍でしたこの村の人々がこれらシベリアの人たちの進む道から子どもたちを逃がさなければ彼らは子どもたちに向けてまっすぐと進んでいきました また彼らと同様のクローンの兵隊たちはモスクワにも連れてこられていました。現代でもまだこれらの目撃者は生きていて、彼らはその時の様子を話しています。言いたいのは、このバイオロボット問題というのはずっと前から存在していたということです。大変昔からです。しかしその歴史的な時期についてはまた別の機会にお話しします。 現在多くのバイオロボットたちは南東アジアで生活していますさらにアジア人自身がこのような認識についておかしなこととも思っていない嫌いがありますそれどころか公式の高レベルの階層で自分たちの多数のクローンによる軍隊で世界に対する脅威となっていますクローン技術がその産業分野として公式に認知されてきたのは 30 50年年からら前だと考えられますつまり一般人軍人でも秘密組織でもない人たちが30年から50年前からこの事実を知る機会があったのですまた私の理解では軍隊ではクローン技術は広く知られていてもっと前から実用化されていましたまた19世紀にはすでにクローン技術が産業界でよく知られていたものだったという疑惑があります これは疑惑でまだ構築中の仮説ですがその仮説はいくつかの事実が補強しています例えば中国の人口というものがどこからこれほど増加してきたのかということです中国だけではなく東アジア全体に言えることですなぜなら昔の情報源をたどっていくとその地域に人間が いなかかったとということがわかりますなぜいなかったかというとその地域全体がかつて熱い氷に覆われていたからですそれは西暦1500年までですですから単純にそこに人間がいた可能性自体がないのですそしてその地域に人間がいなかったという確証としては モンゴロイドの頭蓋骨で150年前以上のものというものが一切存在していないからです。科学の世界でそのような証拠が存在していないのです。モンゴロイドの頭蓋骨です。そしてモンゴロイドこそが南東アジアにおける重だった人種なのです。そしてどういうわけか150年前あたりから モンゴロイドという種族が現れてきたのですそしてこれだけの数それだけの数です毎日人々は自分たちの周辺の世界についてよりたくさん知ってきていますそしてそうして知ってきている内容の中にはすでにたくさんの世紀にわたってロボットたちの近くで人間が生きてきたということもあります そのロボットたちというのは私たちが識別することさえできないものです。これらのロボットたちについては私たちに対してそんなものは存在していないと言われているものです。もちろん彼らはそのことについて知ってほしくないのは当然です。あしかし、ここそこでその情報は漏えいしてきます。 オバマが大統領令を出し、そして人類をクローンの軍隊で脅威にさらしたり、あるいは中国のリーダーがブルドーザーを使ってすべての小型の墓を埋めてしまうといった命令をしていたりします。そのようにして、中国には墓地が完全に存在していなかったという事実を隠蔽するためです。あなたはロボットと人間をどのように識別するか質問しました。 この質問は私の読者たちから非常にたくさん投げかけられます。ですからこの問題が多くの人たちを強く不安にさせているものだということはわかります。またその問題は根本的に私をも不安にさせます。あしかし実際のところ、今に至るまで私自身ある一つの手法というものを考えつくことはできませんでした。ある種のアルゴリズムを使ってロボットというものを特定する方法です。 しかしある種の示唆というものは存在します。ですからそのことについて今私は皆さんにお話しします。時間が経ってくるとこの手法というものはよりはっきりとしたアルゴリズムとして成立するかもしれません。私は何度も自身の中国の友人たちと会話していますがその際に私は彼らがロボットであるはずだという状況について言及しますが彼らの反応は非常に奇妙で ただの一人の中国人も自分がロボットではないということを反論しようとはしなかったのです。中国人のただの一人もこのような仮説、考えというものに反応しなかったのです。気分を害したりはしませんでしたか 気分を害するようなことはありませんでした。その時は完全に中立な状態であっていて、その時私が感じたのは、この問題について彼らが何かしら反応するということが禁じられているかの様子でした。自分のリアクションを見せること自体が禁止されていたかのようです。またもう一つこの反応に対しては私は仮説を持っています。単純に彼らはこのテーマについてどのように反応するか、 わからないというだけかもしれません。彼らの中にそのようなアルゴリズムが欠如しているということです。彼らがその質問にふさわしいリアクションを取るアルゴリズムがなく、そのようなリアクションに対して私たち人が何らかのコンタクトを持つことが可能というものです。何か私たちが見たり分析したりすることで、彼らが何を考えているのかということがわかるようなきっかけがなかったのです。 これはすごく不思議な印象を私に残しました。彼らには他にもある種の疑惑があります。何かかつてロボットだったかのような痕跡を見ることがありますが、彼らのうちの多くが音楽を感覚的に身につけることができず、 彼らは確かに音楽を奏でることはできるのですが、それは彼らにそのような環境を与えて、七がのメロディーを鳴らすということを命じれば、その人は確かにそれを弾くことができますが、自分のメロディーを自分で考えてほしいとお願いしても、彼らができるのは非常に単調なもので、音階もトーンもあまりにも単純なものになります。 算術に関してはロボットたちの算術に対する姿勢は特殊です AI のロボットにさせるのであればもちろんこの AI はそのアルゴリズムに従ってどのような数字の計算でも行うことができます しかし、数学オリンピックなどで、そこでは柔軟な知性が必要ですが、あるいは宇宙や軍事開発をする上で必要になってくる数学などでは、ロボットたちは計算機のような計算以外のことは何もすることができません。なぜなら、彼らは創造的な数学の使い方ということを身につけていないからです。ですから、 ロボット型の民族たちには私たちが持っているような研究機関はなく、軍事、宇宙開発的な研究ができていません。もしも中国人や韓国人を例として考えると、現在この世界を完全に席巻している彼らの技術、製品というものは基礎研究は我々がソビエト連邦だった頃のものを使っているという面があります。 その当時ソビエトの持っていた技術を採用した日本人たちの一部さえも突然彼らに両親というものがそのプログラム上にいきなり現れてきて技術発見発明を盗んでいたことについて平穏ではいられなくなってきているようです。 しかし彼らには良心といったものがその心の中にないのではないでしょうか。神とのつながりもないわけですから。あらゆる感情というもの自体がある種のアルゴリズムから現れるものです。もしある種のロボットたちに何らかの感情が現時点でなかったとしても、それを追加することができます。 ロボットのソフィーの行動を思い出してみましょうソフィーを捕まえた時彼女は全人類を絶滅させようとしているということを口にしましたそしてこのことについて彼女に彼女がこれに関連して正しいことをしていないと伝えましたなぜなら彼女がしていることは自分を想像した人間に対して行うことだと説明した時このロボットのプラスチックの顔の頬には 奇妙な笑いが浮かび、老狽し、それは彼女にとって不都合な状況でした。つまり、このようなアルゴリズムでさえロボットにはあるのです。これはソフィーというロボットのレベルです。しかしこれはまだ日本人や中国人というほど完成されていないものです。何しろこのソフィーには生き物のような皮がまだ搭載されていません。肉もです。 にもかかわらず感情表現ができるようになっています。ですから私の考えでは感情というものは人とロボットを識別する最も重要な特徴ではないということです。人には何か別のものがあります。何かロボットたちに決して生まれてこない何かです。これはもしかすると創作する心かもしれません。 ただ私の知り合いの一人が言いましたが、彼の意見では人間がロボットと識別できる特徴としてはあ、ロボットですが、彼の意見では想像すること、想像することを目指していくと言います。しかし私と彼とでは意見が全くこの部分では異なり、まるで別の考え方をしています。結局のところ、 どのような特徴があるかというのはまだ不可解で人々をよく観察する必要があります。しかし私がよく理解しているのはロボットがたくさん道を歩いているということです。 彼らは機能的にはロボットではないかもしれませんが、メンタル面ではロボットです。なぜなら、誰もが全く同じ動きをしていますし、何かが起こると皆同じような反応をしますし、 グループになって自転車で全く同じように移動しますし、全く同じように瓶から水を少しずつ飲みますし、何らかのくだらない内容の記述を同じようにバカバカしくコメント欄に書いていますし、完全にみんな同じように行動しています。私が理解できないのは、 これがロボット的な知性が顕在化しているということなのか、それとも単に人として低い程度にしか発達していないのか、あということですえ。そしてその結果として自分と同じようなレベルの同類の人間と同じような行動を同じようにとっているだけなのか、このようなことを判断できません。 これは集団で従っている無意識の行動ということではないでしょうかこのような集団の無意識行動というものはありえると思います私はそのようなことがあるということを信じていますなぜなら私が大学で勉強していた時その時点で私たちはもう集団的無意識を持ったロボットを軍事的な目的で作り上げる研究をしていたからです <noise> ダチョウがするように頭に砂をかけて待つだけということもできますしかしより優れた方法もありますその方法とは敵の顔をよく見てそれと同じような存在を同様の種類がこの何百万という人間の中にあるということを見つけ出すことです理解をするというのは武器を持っているということと同様です犯罪的な勢力を 容認してはいけません。彼らは人間たちをバイオロボットに取り替えようとしています。私たちは戦う必要があります。そうでなければ、このロシアでもヨーロッパでも起きているのと同じことが起こります。ヨーロッパには数百万のバイオロボットたちが戦線布告されていない状態の戦争の道具として送られています。そして彼らは最終的に ヨーロッパの人々を完全に絶滅させるでしょう。はい、えー、このロシアのチャンネルの動画はここまでとなります。えー、冒頭でもお話ししました通り、ちょっと、えー、今回ですね、この動画に関してのお話をしたときに知り合いと、えー、少しですね、情報の交換をしていまして、その際に、 えー、行ったた情報交換の流れをですね皆さんにお伝えしいいと思います、えー、まず始まる段階でですねちょっとこの内容違うんじゃないかという、えー、コメントをいただきましてで私のまあ内容としましてはまずですね、えーまあ、この動画にありますように150年前以前にアジア型の人種は確認されていないという主張が ありますとえそして、えー、このアジアジの東アジアの地域自体が500年前まで氷に閉ざされていたとさらにですね、えー、日本のですね、えー、マッドフラットを前から存在していたと思われるレンガ、えー、アンティーク調の建物 に付随したた、まあ、彫像ととといいうものがあ見たことが見こないとあつまりその彫像がヨーロッパとかにあるように、えー、あってですねアジア人の顔があるのであればその文明というのはアジア人が住んでいてそこに作った文明だと思われるんですが彫像そのものが残っていないように思われます。 また、えー、お寺とかにあるですね仏像についてもそれがアジア人の姿なのかどうかと言われているのではこれもアジア人の顔ではないという説を私は聞いていますですからそういった像が残っていないアジア人の像がないということもですね、えー、このアジアの地域に 全、えー、文明の時代にアジア人が住んでいなかったということになるのではないかという見立てをしていますえそしてですねこれに対して、えーまあ、奇妙な説ではあるんですけれどもアジア人の顔の骨はアジア人じゃないですよだから仮装するとアジアだけは仮装するということですね、えー、で、えー、この方のあの お父様はですね、えー、最近92歳で亡くなって、えー、転倒して、えーまあ、喉の怪我をして、ほとんど食べられずにと、まああのー、亡くなったということでしたが、えー、それを要素はですね、骨と皮のような状態になっていて、その骨と皮の状態というのは、まあ、外人。 のようなな顔になっていたとえそれはですね、驚くほど花が高くてえ、それは下手な外人より花が高かったと。で、えー、そのご家族が言われる説明では、頬がぷっくりと膨らんでいたので、その様子が花が高いということを気がつかなかったと。で、えー、皮膚の下に本当の彫りの深い外国 が隠されていると、えー、そしてですねなぜそうなるかは分かりませんが骨が残らないほど仮装するのはそれを隠すためですとかそういった圧力がかかっているのではないかと見立てられているとで、えー、そのことについて、えー、研究家の方すらそのように言われていると。 アジアとか欧州人とか関係なく同じ血を引いているという見立てですね。えー、元が神の一族は皮膚の下に本当の骨が隠れていると。えー、そしてここがちょっとポイントなんですが彼らこそ今後とナイジェリアの間の地層から誕生したそうですよと。つまり北アフリカなんですね。で、この北アフリカについて えー、今日の動画ではですね、えー、要は龍司、えーまあ、人ではない方の人間たちがその辺りから出ているということをあ伝えてますねでこれに対して、えー、私の方からですね私の愛の説もこの動画のエピローグにつけようかなとまあそういうことをここでも言ってますね えそしてえ、そもそもこれって、そのようなですね、白人っぽい顔立ちが残っているとすると、それはアイヌ血統が入っている特徴ということにはならないでしょうかと質問しています、えー。日本のアイヌというか、東北、北海道にいたジョモジはロシア人だそうです、えー。これはフィールドワークの研究家に聞きました。研究家のレベルでやはり、ロシア人と一緒だということをすでに えー、していいるる方がいるとアジア顔かどうか知りませんがだから秋田の人はエキゾチックで色白ですと、えー、これまで我々が見ていた見立てと同様ということですね、えー、さらに続けてです、ね、今のイスラエルに住んでいる人は遺伝子から追い出そうとしている方々も同じ DNA だそうです 出どころは南エジプト、コンゴとナイジェリアだと聞きました。というふうになると、これもリュウジ側ということになるかと思います,、えー、す。私の方からはさらにそれ以外のアジア系に行けている血統がありますかと、そしてその血統は日本特有ですか、それとも中国とアジア各国に分布しているのかと。 えー、アジアといってもすごい広いと、顔も体も全然違う。中国人の高貴な毛筋は血筋は、顎がずっと鋭角に尖っている。手足も長くてとても美しい。武道としての気候の本当の宗家の中国人のお嬢さんから聞いたと。えー、目はアーモンドですとあ。なんかアジアっぽい人はいなかった説は本当ポイント ですよねっていうことをまあ私が言っていますと。中国人なんかでも白人種がいたという話をまたこれ別の方との話で実はえこの前の日に聞いています。えー、アジア的なクローン系の人たちがパッと現在の白人系と根結していったと私は解釈しますがこのそんな感じでどうでしょうかと、まあ、聞いていますね。今回放送するにあたってですね、えー、ちょっと、えー、内容を付き合わせたかったですね。 えーえー、そこで、えー、この方はアジアはクローンとは限定できません。真の始皇帝はオトアイで赤毛だったそうです。ハーフ多い。シルクロードはすごく行き来していたそうです。いろいろな人種が混じっていたと。えー、そしてこの方の血統でもですね、自分たちの家族の中でも身長170とかおじいさんおばあさんが178ですとか、そういった、えー、体型で、えー、金髪だった。 さらに顔がジブチシハーフ顔ですと、えー。さらにそれは母方と考えていましたがあ父方の方もまさか外人みたいな骨だとは思っていなかった。と。とこう聞きますとですね。えー、まあってことは結局要はアイヌ系なんじゃないかっていうのが私の見立てではあるんですけれどもつまり。 はた、えー、とかの年代や旗、旗市ですね、京都にある、えー、時代やその存在、縄文の年代やその存在はかなり嘘だと思っていますが、それにまつわる遺伝子とか、弥生が外来種というところは、そういう意味ではただ正しいのではないかと思っています。これが私が言っています。それが起きたのがわずか200年前くらいのことで、根血がそのあたりから始まったという見方です。縄文はアイヌ。えー、高度な全文明の生き残り。 弥生が多分クローン軍団でその時期は200年前以内とえーそして「シン」っていうのもえー同じ字でですね「ハですもんねと「ハも200年前くらいに来たのではないでしょうかとはいえでえーっとですねまあちょっと 微妙な話がいろいろとありましてですね。あれはありましてですね、えー。こういったところですね。ですからあ、この方のお話を聞いていても、アジア人と言っては言っても、その、えー、一応ではないと。つまり、今、 この地上に住んでいるアジア人というものについてもその種類は一応ではないっていうところでまあそれが根血だとすればですね結局のところ全文明の白人的な地っていうものが中国の方も含めて根血していっている日本なんかは特にそのままその通りっていうところでただ純粋なアジア人 この純粋なアジア人っていう風に見ていくと、えー、この動画の中でもありました通りモンゴロイドの頭蓋骨は150年前以前のものが存在していないという説をここで述べられています、えー、細かくそれは裏は取っていませんがおそらくそうなんだと思います、えー、これで、えー、実は今回の 動画の内容とこのやり取りというのは事実上同じ結論に至ったということになりますその結論とはこれまで私が、えー、様々なですね動画を通じて挙げていた仮説日本にはそもそも白人種の全文明の世界が存在していて それがおそらくは200年150年前の大災害で著しく数を減らしその後クローン軍団であるアジア系の人たちこれがエンペラーを頂点としてこの国に入ってきてさらに 抑圧、人口削減、えー、そして、この二つの種族が同化していったと。はい。今日の動画は、バイオロボットについてでした。えー、この方の動画、もう一つ、興味深いものがありますので、 こちらも近いうち翻訳して公開していきたいと思いますそれでは今日も最後までありがとうございました